はい、皆さんご無沙汰してます。実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はですね、久しぶりにちょっと自宅の方で動画を撮っていこうかなと思います。まあ、まだ塾生からね、質問がありまして、その質問にねちょっとお答えしていこうかなと思います。まあ、塾長と不動産投資を始めたいんですけど、メリットを教えてくださいということです。メリットね、過去の動画にもメリットをいくつかお話しした動画をね上げたことはあります。でね、その内容とちょっと被ってくることがあるんですけど、私自身もね改めて、まあ当然ね時代の流れも変わっていきますし、考え方も変わっていく。でメリットデメリットっていうのもね、まあ時代によって、まあ、相関関係になったりすることがあると思いますので、改めてねちょっとメリットのことをちょっと複数回に分けてねちょっとお話ししていこうかなと思います。まずざっとね、私がちょっと感じたことなんですけど、メリット、不動産投資のメリット、銀行で借り入れできるっていうことですよね。まあ世の中ね、ありとあらゆる、あまたたくさんのね投資っていうのがあると思うんですね。私自身も、株、あとね、FX、 あと、仮想通貨、今暗号通貨っていうのかな、暗号通貨、あと先物、ファンド、まあ、いろいろね投資やってきました。でその中でですね、銀行から借り入れができるものって言いますとね、不動産投資ぐらいなもんなんですよ。まあそれは僕自身の感じたことなんですけど、不動産投資では当然建物を担保に入れたりとかですね、あなた自身が持っている資産を担保にお金を借りることができます。これは一人にね事業として、ね、成り立ってるからだと思うんですね。不動産投資でね、最近の流行りのように感じ取ってもらっている方いらっしゃると思うんですけど、実はねものすごく歴史は古い。遡ればね、明治とか、まあ人によっては江戸時代も長屋とかあったと思いますので、もっと昔からあると思います。まあ事業としてやってるのは、まあ明治ぐらいからかな。まあ岩崎弥太郎さんっていうね、三菱財閥っていうのをね築き上げた人がね、東京の丸の内の一等地をね、土地の方を所有してますけど、それはね人に貸してね、リターン、収益を得るための方法ですよね。例えばそういったものを事業として認めてますので、ね、銀行の方は借り入れができます。これが方やね、株とか FX をしたいんで100万貸してください、200万貸してくださいと言っても、銀行はねまず貸してくれません。事業資金としてお金の借り入れはできませんので、そういった意味合いでね、銀行で借り入れできるというのがね一番のメリットなんじゃないかなというふうにね私は感じてます。あと安定ですね。まあ今トランプ相場と言いましてね、まあトランプになるのかバイデンになるのか、今11月のね4日現在この動画を撮ってるんですけど、おそらく今日明日ぐらいまでね株価っていうのは乱高下すると思うんですよ。まあどちらが大統領になるにしてもね、その後 方針によって日本の経済っていうのは揺さぶりがかけられるわけですよ。でそうなってくると、まあインフレになったりするわけですよね。デフレになる可能性もある。まあ、そういった意味合いでね、安定っていうものはなかなかね、その他株とか FX の分では難しい。ところがですね、家賃収入っていうのは決まった金額にはなりますけど、例えば家賃10万円なら10万円っていうのは今月も入ってくるでしょうし、来月もね、入居者がいれば来月も入ってくる、再来月も入ってくる、ずっと安定して入ってくるんですね。こういった事業っていうのはね、なかなか珍しいと私はね、まあ、不動産投資以外ね、なかなか、まあ事業の方も今現在不動産会社を経営してますけど、なかなかないんじゃないかなというふうに思うのが正直なところです。あとインフレに強いですよね。インフレ、さっきも言いましたけど、例えば物の価値が上がるとなれば、必然的に土地の価格も上がってくるわけですね。で建物の価格も上がる。でそれについてね、当然家賃も安定して入ってきますので、インフレに強いということですよね。株なり債券なり先物なんかの場合、インフレまたはデフレなんかによって価格が、さっきも言いました通り、上下、まあねだいぶ金額が変わってきますので、そういった意味でね、インフレにも強いって言えるんじゃないでしょうか。あと税金ね、一番最初にお伝えした通り、事業として認められてますので、例えば何かを建物を修繕したりとかですね、まあ退去の時に費用がかかったり、あと消化料を払ったりするっていうものも全部経費で計上することができます。これはねもう繰り返しますけど、事業としてね成り立ってるからという意味合いで、
なってるわけですよね。これがまあ株なり債券、株なり FX なり、まあ、仮想通貨なりなんてなりますとね、税金は当然かかってくるんですけど、控除もほとんど使えないということになりますのでね、そういった意味合いで税金というのはプラスなのかなというふうに思います。あと最後に物欲、これ僕の個人的な意見なんですけど、物欲もね満たせます。例えばですね、あの株なり、まあ例えば、まあ、仮想通貨なりっていうものを買ったとしてもですね、現物として手元に物がないんですよね、今現在ね。昔は紙で捨てたりしてたそうなんですけど、株なんかの場合は今はもうスマートフォンの画面で確認するだけです。 NTT の株を買ったり、ソフトバンクの株を買ったとしてもね、スマホのモニター上でしか表すことができません。ですからどうしてもね、この物欲っていう部分がね、なかなか満たされなかったりするんですけど、不動産の場合でしたら当然物があるわけですよね。建物がある、不動産ですけど建物があるということですのでね、その分ね建物土地をね手に入れるということで、かなり物欲は満たせるんじゃないかなというふうに思います。ざっとね、まあお話しさせてもらいましたけど、まあ今日はパート1でね、これだけのメリットがあるよという話です。次パート2はね、これとはちょっと違う、まあこれは大まかな説明なんですけど、もう少しね細かい僕個人的なお話をね、第2回目の動画ではね撮っていこうかなと思いますので、ぜひね不動産投資を迷われている方ね、こういったメリットもあるんだよということをね、ちょっと頭に入れてもらってね、ぜひね活用してもらったらいいんじゃないかなと思います。巷に溢れてますね不動産動画、投資動画とかっていうのはね、なかなかなんと言いますか、デメリットがね結構クローズアップされて話されてることが多いと思うんですけど、こういったねいい情報もあるんだよということをね覚えてもらってね、ぜひチャレンジしてもらったらいいんじゃないでしょうか。以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はね休日、今からねちょっと父親のねちょっとお見舞いに行こうかなというふうに思います。まあちょっと体調崩しましたね、うちの親がね、まあ三大成人病のうちの一つにちょっとかかってます。まあ年齢もね70近い年で、まあつい最近までねずっと働いてましたので、まあ、なかなか忙しい中、自分の体をきちんとね、ケアすることができなかった、まあ、なかなかね、忙しい人でしたので、そのあたりの眠りがたたって今ね入院中です。でね、今僕とねうちの息子を2人でね、まあ、着替えとかね、まあ、ちょっと足りないものを持って行ってね、まあちょっとお話ししてっていう形で、ね、今から病院に向かう途中なんですけど、まあそうなった時に気づくことっていうのはあるんですよね。まあ例えば自分の両親がね、まあ、病気になったり、まあ、入院するようになって改めてね、まあ、気づくことっていうのがありましてね、まあ、そのうちの一つがやっぱ親孝行だと思うんですね。親孝行っていうのはね、言葉でするのはすごくやっぱりまあ簡単で単純だと思うんですけど、まあ、つい先日ね、まあ、塾生の方とお話しすることがあって、まあ、親のこと、親の会話にもなったんですけど、まあ、それぞれ年齢がね40代、まあ、30代40代の方が多いので、まあ、話しすると親の問題っていうのは、まあ、みんな大体ね抱えてるんですけど、まあ、親孝行きちんとしてますかっていう話をした時にね、私してますっていう人一人もいないですよね。まあ、みんな多分、まあ、そういう感じだと思うんです。自分のことをね親孝行きちんとしてると胸を張って言える人ってなかなか少ないと思うんですよ。で僕自身もね親がこういう状況になってしまって、やっぱりもう少し親孝行きちんとしておけばよかったなっていうのをねちょっと感じる年、感じるというか、もうもっと早くから感じておいてもよかったのかなと、自分のことばかりやってきたなっていうことをねちょっと最近ねちょっと反省することが増えてきています。ですからですね、まあ、この動画を見られている、まあ、塾生の方もそうですし、まあ、不動産投資に興味ある方が見ていただいていると思うんですけど、まあ、自分のことを当然ねきちっとしないといけないのは当たり前なんですけど、プラスねやっぱり自分の両親のことはね、せめて両親のことぐらいはというふうにね、ある程度やっぱりきちんと親孝行しておけばね、後悔した時にはねもう遅いってよく言うじゃないですか。
僕自身もね、まあ、旅行の計画を立てたり、まあ、親父がねこういう状況になったのでって慌てて、まあ、段取り、まあ、この度の GoTo でね使ったりしましたけど、いざ蓋を開けてみればね、まあ、それどころじゃないみたいな感じになってしまってね、まあ、ちょっと全てが遅すぎたのかなというふうにちょっと後悔の念に今駆られています。まあね、まあ、ちょっと暗い話になってしまいましたけど、まあ自分のこともやりつつ両親のこと、まあ親がねこう思う以上に子供は絶対親を思ってはいないっていう言葉よく聞くと思うんですけど、それでもね少しでもちょっと親のことをね思う気持ちっていうのはね取っていかないといけないなというふうに改めて感じました。以上です。ありがとうございました。